疲れ様です。チームです。はい、ということでですね、今日はなんと、まあ、高校1年生、大学1年生、まあ、有料の時期っていうのが、そうですね。はい、まあ、その時期に、まあ、どういったものを持って有料すればいいか。ああ、いい。はい、それちょっと話していきましょう。はい、どんなもの持ってったか。必需品、まあ、必需品はまず、まあ、布団だったりとか。そうだね。はい、まあ、洗剤とか、ベッドはあるけどその布団とかに関してはないからね、うん、それはもう個人で持っていくと、ね、そうですね、まあ、マットレスとか、はい、まあ、そういうのにこだわって、そうだね、やっぱ練習で疲れる、そう、試合で疲れる、それ大事です、はい、睡眠大事です、ね、そうなんですよ、枕とかも。ちなみに僕は最初に持ってったやつ3年間使い続けました。おお、だから卒業する頃にはもう真っ黒に、うん、お母さんいないからね、うん、自分で洗濯とかしないからしなきゃいけない。そうそうそうね、布団も布団真っ黒、あと枕も真っ黒。確かに3年間の洗濯するに使い続けます実際お風呂入らずにベッド入ることありますよね。あるある、まあ、疲れる、ね、高校生とかは疲れ、ね、居場所がないんで、居場所がない場所がない。いや、とりあえず、やっぱ、部屋に戻って、もう寝るしかない。もう寝るしかない。寝てね、存在を消すしかない。そうそうそう。高校から寮か。そうなんです。そうなんですよ。あ、早さん違います。早と大学から、そうですね。高校は通いだった。通いだったんで。そうですね。確かに、まあ、高校から大学でまた必需品というか、また変わってくる。変わってくるかもしれないんで。今はじゃあ、高校で。高校編でちょっと見るのかね。そうですね。まあ、一番僕、毎日使って、たものといえばやっぱシェイカーです、ね、シェイカーこれ何シェイカーでわかりますか、あのね、プロテインをこう、はい、シャカシャカ、はい、シェイカー何に使うの、はい、まあ普通に飲み物を、うん、まあ製氷機で、まあ、氷を出してシェイカーに入れて、うん、で、まあそれを部屋に持っていく、はいはいはい、食堂に全部置いてあるので、はい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 、それで持ってって、うん、何回も何回も食堂に行かなくてもいいように大きいシェイカー、大きいシェイカー、大きいシェイカー500じゃない、はい、そうです、でっかいです、もっとでかいです、リッターとかいいもう700もちょっとそれは知ってたの、そのシェイカー必要だなっていう情報っていうのがあった、そういう、いや、入って、うん、先輩方、まあ、2年生3年生の人たちが持ってて、あ、これ必要だなってなって、なるほどね、はい、もうすぐお母さんにね、はい、連絡して送ってもらってみたいな。確かにね、入ってみないとそこで必要なもの、必要じゃないものって全然分かんない、ね、そうなんですよね。プロテインだけじゃなくて氷入れて、あのね、ご褒美のコーラとかも、うん、時は飲めなかった、飲めないです、時は飲めない、炭酸禁止じゃなかった、炭酸禁止じゃなかったから、まあ、でも学校で飲んでましたね、逆に、はい、それアウトです、逆にね、それを言っときます、いや、それだけ勘弁してもらってで、プロテインで飲んで、成果がこのガタイになったと、そうですね、プロテインより炭酸っぽいそうですね、あれもプロテインだったね、あれが一番のプロテイン、確かに炭酸で仕上げて、一番太る、あれが一番太るっつって、あれは一番体大きくなる、そうですね、あれになる。まあ、第1話シェイカー、第1話第1話、まあ、1つ目は普通にシェイカー、ね、毎日使うもの、まあ、確かにね、だって落としたりしたら割れることもあるじゃないですか、そんな割れないコップやとかね、ああそうだね、はいはいはい、やっぱ2階とか3階に持ってったりするじゃないですか、寮生活移動範囲がね、そうです、広いんで、ね、そのガラスやとそれ割れてしまうと、もう次からもうコップ使えないってなってしまうんで、だからプラスチックのシェイカー、はい、DNS とか、あーあったね、そういうの、赤あったね、はい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 、それを使って毎日癒される、確かにね、でもね、ただね、あれね、洗い忘れたら大変です、そうですねあれ洗い忘れたら大変ですよあれはでも寮母寮母さんに洗ってもらえるんですよ、それは甘い、それは甘い、甘いですよね、そこは甘いよ、コーラ断念だけどそこは甘い、まあまあまあ甘い、それは甘い、その処理はね、自分でするべきですよね、そうですよね、まあちょっと寮母さんが優しいですね、そうね、学校によって変わりますね、そうですね、はい、はい、他に何かありましたか、あ、俺ね、友達からもらったそのボール、頑張れみたいな、あ、寄せ書き系は持ってった、確かに、持ってきましたね、あ、確かに、ああ青春っていうかさ、はいはい、ありますね、寮入って、あの強豪校行くんだったらみんなからみたいな、ありますね、確かに色紙もらいましたね、後輩たちから、そう、ありましたね、あれね、意外とね、辛い時にパッて見るとこない、ちょっと頑張ろうってなるですよ、ちゃんと思いが伝わってるんだなっていうね、ありましたね、ありますね、子供とかのガラと当時の当時ですね、投げ捨てましたはい、他にユニフォーム、何
着持っていけばいいのか分かんないじゃないですか。ああ、白湯にね、練習着ね。そうそうそう。練習着ね。まず、名前を書く、後ろに、前に、はい、書くじゃないですか。はいはいはい、はい。まあ、大体みんな3、4着ぐらい持ってきますよ、ね。ああ、上手。持っていくね。で、まず1年生、一番最初、とりあえず洗濯できないんで。洗濯ね。はい。正直そう、順番、そうなんです。順番がね。できない。洗濯できないです。正直ね、その年功序列的な、うん、そうそうところあるからね、はい、ちょっと夜遅くなってしまって今日ちょっと回せないな、体きついなっていうことがあるので3着、4着は持ってた方がいいかなっていう、はい、あー大事です、はい、で、結構そのランナーとかをやる機会が多いからスライディングするんですよ、ね、こことかめっちゃ破れると、うんうん、で、中には自分でこうね、丁寧なところで縫ってね、やるやつもいるけどね、懐かしい、懐かしい、キルティングのやつね、はい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 、マッシュさんね、ソキックスは50くらいにいます、50まあ、あるに越したことない、そうね、そう3年分そうそう、足りない、足りないです、正直高校生の時だとちょっと着替えるのに時間が全然ないのでないね、はい、ソックスも5本いんでやめた方がいい、あー、時間かかる、はい、1年生にあれ時間かかるんですよ、焦ってるとね、あれ履くのに5分は5分もかかるんで、わかる、あれはちょっとやめた方がいいね、普通のソックスで、普通のソックスね、最初はそうっす、破れそうな時は左右反対にしたらまだいけるんだよ、ああそう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 ですね、5本指は無理ですけど、5本指だとできないけど、確かに確かに確かに、そう親指は薄くなるから、ちょっと薄くなってきたら、はいはい、そっちを小指側にして、ね、長持ちさせられるんだけど、はいはいはい、そういう節約術の節約術高校の時から、ね、まあ、節約術って言いますけど、やっぱね、親御さんが一生懸命ね、こう、払ってくれてるんでね、できる範囲はね、そうですね、子供たちもちゃんとね、もう僕らはやってなかったですけど、ね、今思えば、ちゃんとそういうところね、ありがたく思って、ね、やった方がいいですね。確かに、親御さんも今からお子さんに、そういう風に伝えていただけると。そうだね。そしたらちょっと楽かもしれないですね。ちょっとね。5本指はやめとけ。そうです、5本指はやめとけ。やめとけと。試合用だけにしとけばいい。試合用だけ。あとね、高校生も破れたらね、すぐ捨てるんじゃなくてね、なんか縫ったりとか。だから、裁縫の技術も一応、お母さんとかは伝授しとけばいいかもしれないですね。そうですね。あと、まあ、靴下、はい、破れたら、はい、僕はグラブ拭いたりするんですけど、ああ、はいはい、いいっすね、あるあるっていう、はい、あリサイクル方法もあったりするので、はいはいはい、それも今のうちにやってもらったりするのもいいかなと、ありだね、まあ、タオルを使うのではなくて、はい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 、もう捨てるんだったら靴下、はい、意外と靴下いいんですよ、いいですね、わかるわ、しかもこう手に入れて、あそう手に入れられるから、ね、手に入れられてこうできるので、そうそうそう、あー懐かしい懐かしいなっていうのがあるので、まあ、そういうことも、まあ、はい、覚えておいてもらえる、そうですね、はい、練習量がやっぱ多い、ね、激しめなんで、うん、やっぱりそのユニフォームが破れたりそういった衣類はちょっと多めに、ね、うん、持たせた方がいいですね、満喫は、そうですね、そうですね、まあ僕私服は1着も持っていかなかったです、私服は必要ないです、はいはい、ジャージのみです、あの高校生に私服は、まあ、僕らの時はですね、いらなかった、いらなかったです、ジャージとスウェット、そうですね、まあ、それが一番おしゃれだと思うんですけど、そうですね、はい、もうプージャー着てれば、プージャー、懐かしい、アディジャーとか、ね、アディジャー、プージャー、プージャー、はいはい、ありましたね、あの側面にこう入って、ああ、そう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 、色入って、まだまだめちゃくちゃプーマいっぱいいるやつ、俺まだ着てる、ああ、プーマなの、プーマなの、そう、どっちか派でしたね、はい、当時は、そうそうそう、ピンクやオレンジは、ああ流行ってましたね、そうそうそう、当時はまだちょっとナイキ派はいなかったですね、あ確かになかったですね、ブージャー、アディジャーってこう呼びやすいやつだが、僕らの時はですけど、確かに、はい、っていう感じですかね、ここは意外と外出することがそこまでないんで、ないですね、本当にそう結構少ないかもしれないですね、まあ、2年4ヶ月のね、こう限られた時間の中で野球やらなきゃいけないから、そんなね、あんまり遊んでる時間はない、確かに、そう、はい、オケが必要、オケと自分のシャンプー、自分のリンス、それは必要っすね、そう、まとめてる、はいはいはい、オケなんだ、オケだ、カゴじゃない、カゴじゃない、あのあれがないから、そのお風呂場にこのめちゃめちゃ、あ、だからそれ用のオケなんだ、ま、オケを持っとかないとめちゃめちゃができない、シャワーはない、ない、シャワーがない、あのね、前の投稿後編でも話したけど、俺らの時の生活はシャワーのはあった、出ない、あお湯が出ない。そういう問題です。そういう問題があって、だからちょっと、だから OK なんです。だから OK なんです。そのための、はい、でも何十人もお風呂入るのに、なくなりませんお風呂の水。だからもう出しっぱなしで。あまあそれ1年生の時だけだったけど。ああ。そういうの詳しくは投稿後編を見ていただいて。はい、あとスリッパっすね。
スリッパ。大体クロックスの人が多いんですけど、はいはいはい、1年生でいきなりなんかクロックス履いてると、なんか言われるし、こともあったりするんで。それはある。でもほら言われました、ね、世代が違うから、そうだ、ね、まだ俺らの時クロックスって。クロックスじゃなかったよね。まだ。え、クロックスってみたいな。そんなキャラだった、うん、だから、その、そうそうちょうど、はい、クロックスみたいな感じがあったの。そうなんです。クロックスもしかしたら出始め、流行りかもしれないですね。はい。そのぐらいの時かもしれないですけど。まあ、今はそんなことないんで。そうだね。はい、あと、寮生活も関係ないかもしれないけど、スライディングで膝をめちゃめちゃやられてたんですよ。あの、絆創膏じゃなくて、傷パパワーパッドの常に。あるでも高校の時もしかしたらなかったかもしれないけど、これがあれができたら医療グッズ必要。医療グッズ素振りとかでも手痛くなるし、マイ医療グッズ必要っすね。テーピングは必要かもしれないですね。絶対入ってるし、大体部のやつはあの先輩方が使って、そうですね、長っちゃうんで、はい、マイテーピングをバックにね、そうっすね、忍ばせておいて、はい、あー思い出した。俺はね、ベビーパウダー。ああ、またずれ。僕も使ってましたね。特にこの時期からね。またずれ。野球部あるある。野球部あるあるなんですよ、これは。やっぱここの筋肉が発達するか分かるんですけど、あの、ピー玉と、編集でピー入れてもらって。ピー玉とここのね、内ももがね、あの、すごい、またずれっていうね、これは野球部あるあるなんじゃないですか。野球部あるある。これメジャーリーガーの吉田正尚選手も、ベビーパウダー愛用してます。愛用してます。ベビーパウダー。そうなんですよ。今も使ってるという。マジか。ね、今、レッドソックスで、そうですね。もうベビーパウダーを持ってて。なんか使ってるっていうのを、なんかニュースかなんか見ました。それはあれじゃないですか。もう最高の情報です。長時間のね、練習で。こすれてね、そうですね、汗と、いやあれはきついっすよ。一回なっちゃうと本当ね、パフォーマンスに支障が出ちゃうんで、なる前の予防でね。予防で、これはマジで、これ第1位ですね。そうですね、1位にしちゃってもいいかもしれないですね。1位かもしれない。確かにランキング式でしたっけ。はい、いや違いました。ただね、本当にマスタードです。分かり合い、確かにこれは重要ですね。これは重要でした。はい、でもしなっちゃったらオロナイン。ああ、そうですね。オロナインです。なっちゃったらオロナイン。オロナイン使ってました。オロナイン塗って、上にベビーパウダー。はいはいはい。して、練習するっていう。しっかりお風呂で綺麗にした後に塗るっていうのが大事なんで。なるほどね。練習中とかに塗らない方がいいです。練習中で。練習中はオロナイン。意味ないんだ。そう、意味ないんですよ。そう。あとね、今思い出した。シーブリーズ。ああ。あったね。よくさ、体育の後とかやったりじゃん。あれ実は野球部でも、練習のちょっとした間でもこうやってると汗臭さがもうね抑えられると。朝練の後とかね。朝練の後とかね。学校行かなきゃいけないから。そう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 。シーブリーズありましたね。野球場のシーブリーズの匂いがするんでね。そうそうそう。ちょっと爽やか坊主みたいな。はいはいはい。本当汗臭いんですけど。ありますよね。っていうのもまあ高校生はそんな感じですかね。でしたからね。はい。はい。じゃあ次。大学編は来週に。はい。来週に。撮っときましょうか。はい。はい。ではまた、はい、大学編を行きます、はい、今から撮影します。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。チープでした。はい、あ、何いや、いいよ。あ、入れなくていいですか。やる、いや、あのスタートはいいよ。スタートね、うん、じゃあ一回切ります。お疲れ様です。チープです。あー、OK です。どうぞ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしく。グローイングかってね。イエス。